立ち上がるとき痛いって結構多いんだけど、これ2パターンあって、全然これ原因が違ってて、ちゃんと治療してあげるとすごく改善しやすいです。はい、整体婦科院長で理学療法士の松崎啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが全く改善しない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さんであれば、ぜひこの動画を見てみてください。松田さん。あ、いいよ。立ち上がるときに腰が痛ってなるんですけど。はいはいはい。これって何なんですか？もう体バキバキじゃないですか。立ち上がるとき、はい、ちなみに立ち上がるとき痛いって結構多いんだけど、これ2パターンあって、座ってて立つ瞬間が痛いのと、立ち終わるぐらいで痛くなるっていう、この2パターンがあるんですよ。これどっちですか？立つときですね、瞬間。立つ瞬間、 OKOK であれば、基本的にはお尻に近いところの靭帯とか太ももの後ろの筋肉とかになってくるし、例えば逆にこれぐーっと伸ばすとき、ここから伸びきらないんだよねみたいなとあるんですよね。これであれば、いわゆる多裂筋っていうその筋肉の問題、背骨の筋肉になってきます。で、結構ね、立ち上がる時に痛いっていう、なんか大まかにぼやっとなってるんだけど、全然これ原因が違ってて、ちゃんと治療してあげるとすごく改善しやすいです。で、両方とも言えるのは、やっぱ足首だったりとかふくらはぎをしっかり治療してあげるといいな。ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そこ知りたい知りたいじゃないんですか。ということで、今回はね、立ち上がりの腰痛。これね、めちゃくちゃ多いんですよ。私腰痛専門やってますけど、立ち上がる時に痛いんですとか、ここだけ痛いんですよとか、なんか長時間座っててこのうわーって腰が重くてとかってやっぱ言われるんですけど、これちゃんと原因を発見していくと痛みって改善できます。やっぱこれも姿勢が改善してたりとかもするので、やっぱ時間はかかるんですよ。ただちゃんとやっていけば改善できます、痛みっていうのはね。例えばね、神経が原因でとか、ヘルニアが原因でだったりとか、ヘルニアって言ってもね、診断がついてるだけで改善することもあれば、手術した方がいいこともあるし、これもね、しっかりセカンドオピニオンって言って、いろんな人の話を聞きながら進めていくのが一番ベストだと思います。ただ、痛みが起きてるってことに時間をかけることできれば、痛み改善します。逆に痛みってどうやってできましたか？時間かかりましたよね。逆にそれを一括でポーンって治す方が体に負担ってわかりますよね。さあ、当たり前に分かることなんで、しっかりこう一個一個改善していく。これをね、意識してやっていただきたいと思います。で、今回説明する立ち上がる時の腰の痛みっていうのも、やっぱりいろんな原因、そして積み重ねで起きてるので、しっかりここを理解できると、そういうことかって理解できますから。ね、一個一個、立ち上がる時、そして立ち上がって腰が伸びない。この二つをね、今回説明していきたいと思いますので、ぜひ見てください。じゃあですね、説明していくんですけど、これね、ちょっと骨盤です。前側、そして後ろ側があります。で、後ろ側から見た時はね、一般的なもんでして、こっち側に腸骨、腸骨、そして真ん中に仙骨、仙骨と腸骨で仙腸関節っていうのがこの真ん中に、まあ、ここがねすごく大事なポイントでもあります。上半身の重さがかかってきて下に行く関節と、足から帰ってくるね、床からグーンと入ってくる床反力ってやつが帰ってくる。ここはやっぱずれやすいんですよ、こんな風にね。ずれてしまうと痛みが起きたりとか、あと産後のお母さんとかこの仙腸関節開くんでビューッと、それでずれてしまって腰が痛い、産後腰痛につながったり、よく言われるこの仙腸関節っていう場所が関わってます。今回ね、この立ち上がり2パターンあるんですよ。まず一つ目は、座っててよいしょってお尻が浮くかなーとかっていう時に開いたっていうパターン、もしくは前にかがんだ時に開いたっていうパターン、だいたいこれがまず一つ目。この瞬間はいいんだけど、起きてきて腰が伸びないなーっていう腰の痛み、大体この2パターンに分かれてきます。一般的に多いのは、大体ですけど、この腰をぐっと伸びませんとかっていうパターンが多かったりもするし、ただこれって痛みの出現ポイントだったりとか、あとは痛みの場所も結構違うんですよ。これはちゃんと理解できると確かにって分かってきますから、まずこの立ち上がる、座ってて立ち上がる瞬間の話をしましょう。で、立ち上がるっていう時どういう風になるかっていうと、こうやって座ってるわけですよね。こんな風に座ってます。座ってる状態から起き上がってきますね。起き上がってくる。起き上がってくる時にはどうなるかっていうと、まずね、このままこう立ち上がる人いないんですよ。まず足に体重を乗せるために、こんな風に体を前に傾けます。まず体を傾けていって、重心を前にやるんですよね。重心を前にやることで足に体重乗りやすい状態しますね。
だから最初体を前に倒していくっていうことを起こしています。なんでどうなるかっていうと、骨盤でいうとこんな風に前にかがんでいくんですよ。で、上半身も前にかがみますね。で、上半身とつながってるのは仙骨ですよね。だからどういう動きが起きるかっていうと、この仙骨がうなずきの動きって言ってこういう動きを起こすんですよ。前に傾く動きを起こします。前に傾くっていう動きを起こしたことによって前に体重がかかってそのまま起き上がってこれるんですね。なんですけど、この前に体重かけるときにロックがかかってしまってかけれない、そうなったときに痛いっていうのが起きるんですね。どういうことかっていうと、仙骨がさっき言ったみたいにうなずきっていうこの動きが起きる、これが動けない。なんでかっていうと、この下側にある靭帯と筋肉が引っ張っちゃってると、これうなずきを出そうと思っても下側が引っ張っちゃってて出せないんですよ。これが何かって言ったら、仙骨と座骨結節って言いますね。仙結節靭帯っていう靭帯があります。この靭帯が硬くなってしまったりすると、うなずきが起きない、うなずきが起きないイコールこの前に行けない、でも前に行かないと立てない、そうするとここをギュッと引っ張られてこのお尻のあたりが痛いが起きてくるんですよ。でもこれってよく考えて靭帯ですよね。いわゆるこの伸び縮みができる靭帯じゃないんですよ。硬いもんです。なんですけど、この仙結靭帯はちょっと特別で、筋肉と連結してるんですよ。これが座骨から膝の方まで伸びているハムストリングスっていう筋肉です。なんか聞いたことありますよね。太ももの後ろ側にある筋肉で、膝を曲げたりとか股関節を後ろに引いたりっていう筋肉です。このハムストリングスってやつが仙結靭帯とつながってます。ハムストリングスが硬くなった状態、股関節曲がってこの状態ってハムストリングスが硬くなってますよね。まあ、そこから仙結靭帯も伸ばされている状態。ハムストリングスと仙結靭帯が硬くなってると、仙骨が前にうなずけない状態が起きる。うなずけなくなってるんだけども、うなずかないと立てない。頑張るとここが伸ばされて痛い。腰が痛い。だから治療するべきポイントは、ハムストリングスってここの太ももの裏の筋肉と仙結靭帯ってここの靭帯が癒着してしまっている可能性があるので、ここを治療してあげて柔らかくしてあげると、うなずきやすくなる。うなずきやすくなると前にかがんでも、あ、大丈夫、立てるっていう状態になりますね。だからこのハムストリングス、そして仙結靭帯を治療してあげましょう。これがいわゆる立ち上がる時の痛みの解決法です。じゃあ逆に、立ち終わるぐらいで痛くなるはどうなのかっていうと、逆なんですよ。全く逆で、この状態からうなずきましたよね。次はこれね、逆でカウンターニューテーションって言ってね、逆にこう反る方に働くんですよ。腰を伸ばさないといけない。曲がったままだとこれいけないですよね。だからこうグッと伸ばさないといけないから、仙骨が起き上がるんですよ。前に傾いて立ち上がった次は仙骨が起き上がらないといけません。起き上がるってなってくると、逆に仙結靭帯とかハムストリングスの方にギューッと引っ張られる方に働かないといけません。なんですけど、次はこっち側の筋肉がギュッと収縮している状態、縮んでると仙骨をうなずく方向に持っていくわけね。ギュッと引っ張ると仙骨がうなずいている状態、うなずいている状態から次はこっちに持っていきたいと、立ち上がりの方に持っていきたいんだけども、この引っ張る筋肉が強すぎて立ち上がることできない。でも立ち上がんないと腰が伸びないで、うーんって伸ばすと、この筋肉がギュッと伸ばされて、あー腰が痛い、なんか腫れない、なんか足が伸びきれない、腰が伸びないが起きてきます。これが何かって言ったら、ここの筋肉べったりついて背骨にぐーっとついてきている多裂筋っていう筋肉です。で、この多裂筋っていう筋肉は仙骨にべったりついて背骨の後ろ側をわーっと上までついてます。だこの多裂筋が硬くなってしまうと、まあ腰の痛みももちろん起きてくるし、この腰の付け根の痛みがめちゃくちゃ起きてきます。硬くなってると、言った通り仙骨がうなずく方向にずっと引っ張られてるので、仙結靭帯が伸ばされてる状態だけども、この状態になっちゃうとね、腰に負担きちゃうから、ぐーっと腰を仙骨を立ち上げようとしてくると、この筋肉が伸ばされてしまって、あー腰が痛い、なんか腰が伸びない、これが起きてきますと。なので、何が原因かって言ったら、多裂筋が硬くなりすぎてて緩まないことが原因になってます。これは多裂筋をしっかり緩めてあげるっていうのが、立ち上がって最後伸びなくって腰が痛いっていうのの原因です。だからこの場合は多裂筋治療をしてあげましょう。もう全然違いますよね、メカニズムが。なんなら真逆です。立ち上がるときってどちらかというと、ちょっとお尻の下の方が痛いとかね、立ち上がったときはだから腰の真ん中のあたりが痛い、だから痛い場所が違うんですよ。それはそうですよね、原因が違うから。だから立ち上がる時に痛いのであれば、多裂筋が緊張してるから、その多裂筋をしっかり緩めてあげましょう。立ち上がる瞬間、最初体を丸めた瞬間であれば、うなずけないから仙結靭帯、ハムストリングスをストレッチしてあげましょう。こういうふうにね、頭を理解していただけると、原因がわかりますね。原因がわかると治療法がわかるわけですよ。
じゃあなんでハムスト硬いの、タムレチキン硬いの、タムレチキンがなんで硬いのかって言ったら、ずっと反り腰で背中が緊張してるから、だったら反り腰改善してあげようよ。例えばじゃあなんでハムストリングス硬いのって言ったら、こういう姿勢が悪くなって受け腰になってて、ハムストリングスが硬い状態になってる、こんな風な姿勢になってたりとかすれば、これハムストリングスギュッと縮んでる状態ですよね。では最終的に姿勢を改善しないといけない。じゃあその姿勢っていつからですか？小学校、中学校、高校からでしょう。何年も積み重ねてきた姿勢、痛み、この原因が一個一個積み重なって今の痛みが起きてるわけですよ。であればこれって一回で改善しますか？改善するわけないんですよ。ちゃんと時間かけましょうって話です。ちゃんと時間をかけて、ちゃんとした治療、原因に対してアプローチをしていけば逆に改善できます。痛みっていうのはね、本当にこう体を悪くしたいわけじゃなくって、危険信号なんですよ。ちょっと頑張るな、それ以上やるなって言ってくれてるんですよ。これをね、悪者扱いするんじゃなくて、ちゃんとこの姿勢を改善して、一個一個改善していけば痛みが出なくなってきます。これを逆に積み重ねてきたように、逆に一個一個外していくのにも時間かかりますよってことはぜひ理解してください。やっぱ私も言ってますけど、この魔法使いではなくって、一個一個ちゃんと見ていくことができて、これぐらいのプランでやっていきましょう。例えば3ヶ月間でやっていきましょう。でその後改善した後に痛みがなくって、でも定期的に通いたいのであれば通ってください。そんな風に説明するわけですね。だからこれがちゃんとした治療だと、ね、施術だと思います。でうちの、ね、整体院フッカーとかではこういう風にさせていただいてまして、まあ、卒業をしっかり見据えた上で痛みを改善して、痛みがある生活と痛みがない生活、どっちがいいですか？痛みがない生活なんですよ。でそこにどれだけの価値があるかっていうのはぜひ自分で決めてほしいけど、それ知らなかったら何もアクションできないですよね。だからこうやって YouTube も撮らせてもらってるし、うちの整体院も紹介させてもらってます。まあ、ぜひね、下の概要欄の方にですね、店舗の URL も貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。近くの店舗行っていただいてね、しっかり根本原因解決して、しっかり痛みを改善できてね、素晴らしいやりたいことができる体を作ってみてください。あと今日の動画良かったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。これって座り方はいけないのかな、思ったんです。座り方ももちろんありますね。例えば座面が柔らかすぎると、どうしても骨盤が受け腰というかね、こんな風になりやすいですよね。そうするとどうしても腰が受け腰になるじゃないですか。そうすると痛くなったりもするし、そうすると次ハムストリングス硬くなりますよね。タレ付きも伸ばされてるね。この状態でギュッとなれば、まあ、それは痛いよねっていう話になるので、まあ座り方もあるし、座面のクッションの硬さとかも結構あるかなって気がしますね。またちょっと別の動画で詳しく聞かせてください。その動画また見てくれ。